さあ、いよいよ秋本番、ついにね、東京競馬場での G1 戦線始まってまいります。天皇賞、秋でございます。まあ、春の天皇賞も含めてね、今年は G1 の予想を外しまくってますのでね、今度こそと言い続けて育成層というところなんですが、まあ今度こそ当てるよと。まあ、というわけでですね、まずはいつも通り、ここ最近の慣例にのっとってですね、特注、まあ一番ね、注目してる馬からいきたいと思います。一番注目してるのが、まあ、モーリス。ネット競馬のね、想定人気順でいうと一番人気ということで、結局は、まあ、人気順に話をしていくことになるんですが、まあこの馬もね、ここ2戦安田記念、そして札幌記念とですね、まあ、逃げた馬を捉え損ねての2着というレースが続いちゃってます。まあ、ですのでね、ここでもう一回進化を見せなきゃいけない。まあそれ以外はね、まあ、札幌記念で見せたレースだって後ろから追い込んで、まあ、逃げ馬こそ捉え損なったもののね、他の後ろから行った組と比べたら相当ぶっちぎってるんでね、まあ、そう考えたらやっぱり強い馬は強いんだというところにはなっているはずです。まあ、あの札幌記念ステップってことで言えばね、札幌記念モーリスの3着だった、モーリスの2着 のね、すぐ後ろだった、いや、あの馬がね、あの菊花賞でね、2着に来たぐらいですから、まあステップとしてはちょうどいいところですね。今のはドアスデってやつですね。でね、まあ、あのさっきまで話してたんですけども、まあ、そんな感じでモーリスは狙ってみたいなというふうに思っております。まあ、そして特注馬が1番人気だったんでね、2番人気から順番に買い替え消しと買いとか消しとか、そんな話で、あの全部の馬について話をしていきたいと思います。まず2番人気ルージュバックをね、これは今回は買いでいきたいと思います。まあ、前走ね、見くびってましたっていうのと、まあ、見くびってたっていうのもあるんですけど、そうでなくてもね、天皇賞秋っていうのはね、結構近年牝馬が来るレースになってます。まあ、あのエアグルーブとかね、その辺の頃は牝馬じゃ来れないタフなレースなんて言われてたんですが、これあの境目が2007年の東京競馬場の改修、それ以降の東京競馬場の G1 っていうのは牝馬がちょっと力があればもうどんどん来ちゃうということで、まあルージュバックの場合はですね、ここは買いというつもりで最初からいたわけですね。まあそういうわけで、ここはルージュバックは買いと。まあ、そしてこう、その次がですね、3番人気、栄新光。まあ、この馬はでも思い切って決死でいきたいと思います。まあ、世界最強なんていうことで、ね、レーティング上、世界最強なんていうのが、出てたんですが、まあ、つまりは G1 レース、たまたま1個ね、展開が向いて逃げ切ってそのまま差がついてたってだけの話で、まあ、本当に強いかって言われるとね、まあ、あのせいで過剰人気するだろうなと。まあ、ましてね、手の内はもう全部バレてるわけですから、まあ、それをいかに使って周りの馬が、というようなレースになってしまうと思います。まあ、あとはね、武豊が天皇賞秋で逃げるとなるとね、まあ、去年拭えたような拭えなかったようなね、そんなトラウマがありますのでね、今回は逃げて無事に回ってきてくれたらそれはそれでいいのかなという気はしております。まあ、そして4番人気アンビシャス、この馬もね、決死ということでいきたいと思います。まあ、安城のりさんもね、悪い騎手じゃないんですけども、まあ、今ね、見れてる想定騎手で言えば、ルメールが選ばなかった方というような形でのりさんに回ってきたっていう感じがね、明白なんですね。まあ、そうするとね、まあ、ちょっと狙いづらい状況なのかなというふうには考えております。まあ、そして5番人気、ステファノス。まあ、この馬はね、迷いどころで、まあ、こんぐらいの人気だったら買っちゃおうかな、やめとこうかなって感じなんですが、まあ、コンスタントにね、掲示板前後、4、5着で賞金稼いでるって感じの馬なんでね、まあ、今回馬券という意味では、あえてスルーということにしておきたいと思います。まあ、そして6番人気ラブリーデー、これも消しですね。まあ、何度も言いますけどね、この馬はピークが過ぎてる馬と、前走はね、危惧した通り、ちょっとメンツが薄い分3着まで粘れてしまったけれども、1、2、4着だったら馬券当たってたんだけれども、そういう意味ではアンビシャスが、この馬がラブリーデが本当邪魔だったんだけれども、まあ今回ももうピーク過ぎたんだからっていう意味では、もう思い切って消し消し消しでもう買わないということでいきたいと思います。まあ、そしてですね、7番人気リアルスティール。まあ、前走はね、遠征帰り、海外帰りだったり、あとはね、あの馬場の状況もあって、まあ敗因は明らかなんですね。そうすると、まあ、去年の菊2着馬、まあ、ここはね、また万全になって出てきているでしょうし、十分実力はあるということで狙っておきたいと思います。
まあ、そして8番人気サトノクラウン、この馬あたりになってくるとね、あの競馬ブックの想定オッズだとね、あの7番人気までが大体10倍台で、このまま一気に30倍台と、こっからガクッと落ちるって評価なんですが、だからこそこの馬のね勝ち下っていうのが休み明けに集中してるんですね。まああの新馬勝ちからの連勝、まあ連勝なんで2戦目は休み明けってあるじゃないですけども、その後一つ休んでやろうでしょう。まあそしてその後のねクラシック本番はダメだったんですが、まあそしてまた京都記念勝ってまた海外遠征でダメでなんて形なんで、休み明けいい馬、まあつまりねここはあえて毎日王冠とかを使わなかったのがもう逆にここ狙いなんじゃないかなと、あんまり使ってその後がいい馬じゃないんで、あえて目標であるここを全力投球、そういう風に見えるんでね、ここは狙い目だと。まあ本当ね、モーリスがどうなるかなって追っかけてるちょっとファンなんですっていうことを除いた馬券的な特注っていう意味ではごめんなさい、本当はこっちですね。まあこっちを一発目で上げといた方がいいのかなっていう気もしてくるぐらいなんですが、狙ってみたいと思います。まあ、そして9番人気がロゴタイプ、まあ、この馬もねこの人気順だったら買いかなと。まあもちろんね実際のオッズ的にはここまでこのね想定オッズ79っていう数字ほどは売れないってことは絶対ないと思うんですけども、まああの安田記念勝って、まあモーリスがね逃げ馬取られ損なったなんて形ではあるんですが、まあ復活を印象付けた。まあそしてですね、まあまあ2000はどうかななんていうふうには言うんですが、一応皐月賞馬ではありますし、まあ距離もなんとかなるでしょうと。まあ、あとは乗り方一つ、まあ見くびられてるようなんで、まあ、G1 勝ち実力はある馬ですよということで、まあ9番人気とは言わなくてもね、5、6番人気あたり2桁オッズでね、まあうまいことあの人気薄でボンとあのノーマークの間でやってくれたらなんとかなるんじゃないかなというふうに信じております。まあ以上ね、これで3連単5等ボックスになるのかな、5等買いということになったんで、まあ、3連単5等ボックスなら多分当たるでしょうということで、これで狙ってみたいと思います。以上、ハッチーでした。